皆さんんごきげんよう、えー、っと4月の初めにこの YouTube スタートしましたで随分長い時間喋ってきたような気もするんですけども振り返ってみればまだあの今まだ5月の中旬ですから1か月ちょっとしかあのやってませんね、えー、いろんなことをお話ししたですけれども覚えておられますかまたあのメールで 覚えてることなり何なに送ってくださいね。えっ、ー、と一番最初インドの地図から始まって、えー、アリア民族アリア人ですねのインド進出などの、えー、仏教以前のインドの在り方様子を説明し、それから、えー、仏教へと話を進めました。お釈迦様の話、それからそのお釈迦様の教え。 それに基づく我々のものの考え方はどうあるべきかという話そしてそのお釈迦様の教えに実際に従いながら暮らしている出家者たちの出家相談の内実ですねそういうものをみんなお話をしてきました。で実はこの私がやってきたお話,話の先には私一つのその執着点を見据えて話をしてまいりました。 でその最終的なあのその目的というのか、えー、どこへこの話が収束するのかということなんですけども、えー、これはもう言うまでもなく、えー、仏教とはどういう宗教なのかということを皆さんに理解していただくそれが、えー、終了した段階でこの話の最終目標地点への到達ということになるんですがこれを別の言い方で言いますと。 えー、仏教とは何かということを別の言い方で言いますと仏教の定義なんですねつまり仏教とはどういう宗教なのですかと聞かれた時に尋ねられた時にそれはこれこれでありますというふうに明確に答えることのできるそのような決まり規則それは定義というんですねそういうもの。それであの今までの二十数回のお話はその仏教の定義を目指してお話をしてきたんです。 で、全体がようやくまとまりましたこれで今日はその最終目標である定義にようやく入ることができるわけなんですねそれを今からご説明しましょう仏教の定義であります仏教の定義ねあの仏教とは何ですかって聞かれた時にどう答えるかということなんですね であのそれは人によって違うでしょうと人それぞれ仏教に対する思いは違うんだから言うことは違うでしょうとあの自分の信じているその仏教的世界の教えみたいなことを口にする人はたくさんおられますしかしあの多様な仏教世界仏教って,ってもいっぱいいっぱいいろんな考え方ありますからね その多様な仏教のそれぞれから声を上げて「これが仏教ですあれが仏教です」って言ったってそんなものはまとまらないんです。でしかしながら実は仏教というのは一つの宗教ですからもともとがねつまりその仏教には万国共通の唯一無二の定義というのがちゃんとあるんです。で日本ではあまりこれは知られていないけどみんな知ってるけれども知らないんですね。 面白いね。みんな知ってるのに知らない。みんな知ってるってうのは何かというと、あの聖徳太子の十七条の憲法の中に厚く三方を敬えっていう言葉があるんですね。で、ついでに説明までついてて、三方とは仏法僧なりという中身までちゃんと説明してくれてる。これはみんな日本史で勉強してますから。大方の人はこれ知ってるんですね。 三方を敬う三方とは仏法相なりところがそれが仏教の定義だということを知っている人は非常に少ないんですねでこの二十数回の講義の最終到達点は仏教とは三方であるということを理解していただくための解説でありました それでようやく三法の説明が実はこの二十数回で全部終わってるわけなんですね。従いましてここで初めて皆さんが学んできたことはまさに仏教の定義なんだということを結論として申し上げることができるわけですね。それでもう一度じゃあその三法を振り返ってみます。 えー、三方とは仏法僧ないとちゃんと聖徳太子が言ってくださってますからもう日本人のあれです、ね、頭の中にちゃんと刷り込まれておりますから今更覚える必要もないですわね。でこれはもう皆さんは今から私が解説をする説明をすることを聞いてあそれはもう知ってます分かってますと聞きましたと言ってくださったら嬉しいんですね。 それは私が説明した甲斐があるということなんですね。それで仏とは何か。仏というのは仏陀のことです。目覚めた人ですね。じゃあ誰ですか。それはお釈迦様です。で、ただしお釈迦様とは言っても、えー、その王子様として生まれて育っていた時のお釈迦様とか、あるいは出家をして修行中の苦行をしている途中のお釈迦様とか、そういうお釈迦様は仏陀ではありません。 ブッダというのは目覚めた人という意味ですから目覚める前の人はブッダと言わないんですね目覚める前に目覚めるために頑張っている修行中の人のことを菩薩と言いますよろしいですか菩薩が悟ってブッダになるんですねですから、えー、その王子様とかあるいは苦行している間とかあの間のお釈迦様をなんて呼ぶかというとまさにあの姿を菩薩と呼ぶんですね そしてその菩薩が菩提樹という木の下ブダガヤですねブダガヤの菩提樹の木の下にお座りになって悟りを開かれたその瞬間に菩薩はブッダに変わるんですね。でそのブッダがその後の 80, 年80歳までの人生で教えを解き広めてくださったその教えそのブッダが解き広めてくださった教えのことを 法というんですその次の法ですね仏法仏法僧の法です。従って、えー、仏教の定義はまずまずブッダという人物の存在を認めそのブッダを信頼するブッダという方を尊敬し、えー、尊崇するそういう姿勢でいることこれが仏教であることの一つの定義になります。 逆に言ったら別の言い方をするとブッダ以外のものを一番のベースとして考える場合には仏教でなくなるということですねそれは当たり前ですね。ブブッダのの教教えを信奉する宗教なのでこれを仏教というんですからねでそのブッダの教えを法と言いますからこれが2番目に来ているということはブッダが解かれたおとぎになった教えその教えを <coughs> 自ブッダの教えに従って生きようとするこれが2番目の「法」の定義であります。で,3番目が仏法相ですねでこれはもうくれぐれも特にこれ聞いている、えー、お坊さんの卵の皆さんたち、えー、今からお坊さんになろうかという人たち絶対に間違えないでくださいね。仏法相の相はお坊さんんじゃありませんよ お坊さんという意味じゃありませんよソウというのは、えー、ここ何回か私がお話をしてきました律に基づいて運営されている出家者たちの組織つまり出家相談ですねこの組織のことをソウと言うんですよろしいですかこれはもともとインド語でねサンガという名前でしたねサンガという名前のサンガという音を 音漢字で写した時の1文字目の「三」が「三」という音に対応するのがこの「そうなんですねよ。よろしいですか。ですからこれはお坊さんを意味しませんよ。えー、その例えば道を歩いているお坊様が1人おられると。でまあ今の日本語ならねこれを「あ あの層が歩いているって言ってもま通じますけども実際はそういうことはないので層は組織の名前ですから、えー、歩いているお坊さんを指す名前じゃないあの名称じゃないんですねじゃあ一人一人のお坊さんは何て言うかご存知ですか、えー、一人一人のお坊様が男性の場合にはこれをビくと言います聞きますよく聞きますねビクで 女性の場合にはこれはもちろんびくにですね。びくが歩いているびくにが座っておられるという言い方は全く正しい層が座っているというのは、これは本来的には正しくないんです。ただ、まあ、もう日本ではね、えー、日常語として定着してますから、これは仕方がないことですけれどもね。それでえっ、ー、と1番に戻りまして、この物についてちょっと補足説明をしておきます。 仏というブッダというのはもともとの古いインド語仏教が、まあ、出来たての頃の仏教のね一番最初の頃はブッダというのはお釈迦様だけではなくて悟りを開いた立派なあの僧侶いわゆるお坊さんたちは、えー、ブッダと呼ばれていた時期もあるんですが次第に仏教の中ではブッダといえばこれはお釈迦様を指すというふうに 意味がまあ定着していくわけなんですねでじゃあブッダというのはお釈迦様だけなんですか他の人ではブッダではないんですかという質問に対して今のこの例えば20世紀とかお釈迦様時代からあの数千年数万年という範囲においてはブッダというのは釈迦しかいません。どこ探したってあのお釈迦様しかいない。 これは日本の仏教と違いますよインドの大元の古い形の仏教世界においてはブッダというのは釈迦だけを意味していたわけなんですただしですねただしこう考えるんですねあの諸女無常全てのものは滅びていくという仏教の考えによれば釈迦の教えも滅びます。ブッダのお釈迦様が説いた教えつまり法法ですね法も いずれ滅びます。諸無常ですからで滅びたであの法が滅びて僧も滅びますね仏法僧が滅びますねでこの三河が滅びた段階をもってこれを末法というんですねもうあの仏教がおしまいになる。でその後どうなるんだともう仏教がこの世から完全になくなっちゃって誰も仏の教えによって涅槃を 手に入れる涅槃に到達することができなくなるつまり悟れなくなるのかという質問に対して時間はサイクルで動いていくからあのまた時間が経つと次のブッダが現れるんだとただしそれは数十億年といった単位で一人現れるんだと言うんですね ですからちょうど時間軸を縦にずっとこう線で見ていきますとここにお釈迦様が現れたとしてそれからまた数十億年経つと次のブッダが現れる。ということは逆に過去に遡りますと今のお釈迦様よりも前にまたそういった何十億という単位の感覚でブッダが現れてきていたということになります。 でこれから先も次々に現れるであろうということで一本の時間軸上に数十億年単位で、えー、一人ずつブッダが現れているというのがこの一番古いあの仏教ができた頃の世界観なんですねよろしいですか。後の時代になると、えー、ブッダはもっとたくさんいてもいいだろうということになって、えー、いっぱい今現在もたくさんいるということになりましたがもともとの仏教においてはそんなことは言いません。 え、ブッダというのは数十億年単位に一人ずつ出てくるんです。で、その中で我々がよく知っているブッダは誰かというと釈迦のお釈迦様の次に予約されているブッダです。まだだいぶ待たなくちゃいけないですよね。あと56億何千万年待たないと出てこないんだけども、<laughs> その次の仏様の名前を弥勒と言います。ここに書いておりました。弥勒さん弥勒ですね、えー、この弥勒さんはあの？ えー、花園大学の本そばの「うずの孔隆寺」というお寺にこの弥勒菩薩像がありまして、えー、国宝の第1号ですね、えー、非常に美しい姿でおられますこれは今現在まだ将来ブッダになるために準備中の考え中のこうやってどうしようかなブッダになったら何しようかなこういう思いで座っている姿を表した像なんですね。 はい、そういうわけで今日は、えー、仏教にとって一番大事なその定義、仏法僧この3つが揃っているものを、状態を仏教と呼ぶのだということをお伝えいたしました。またあのもうちょっとだけ先へ行って別のテーマへ変わりたいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。まきげん